週刊競馬ブックデジタル、ネット新聞配信プラットフォーム、ブックエンドアプリの使い方を解説します。この動画では、以下の項目について解説します。ブックエンドの使い方。2、商品のダウンロード。商品購入後の画面、または購入履歴から、購入した商品をブックエンドにダウンロードします。商品右側のアプリで見るを押すと、ブックエンドが起動し、選択した商品が1件ずつダウンロードされます。本棚画面。見たい週刊誌、新聞を押すことで閲覧することが可能です。本棚の表示方法は、サムネイル表示、リスト表示の2つから選べます。ツールバー右上のボタンを押すことで、表示方法を切り替えられます。ツールバーの並び替えボタンを押すと、並び替え方法を選択できます。初期状態では、新しく追加された順に並んでいます。電子書籍を本棚から削除する方法は2つあります。方法その1、電子書籍の i ボタンを押し、赤い雲のボタンを押すことで、1冊ずつ本棚から削除できます。方法その2、ツールバーの右から2番目のボタンを押し、編集モードにします。削除したい電子書籍を選択し、ツールバーのゴミ箱ボタンを押すと、複数の書籍を一度に削除できます。画面下部のタブバーには、5つのアイコンが並んでいます。左から、本棚を表示する本棚ボタン。無料サンプルを提供しているストアを表示するストアボタン。ウェブ書庫を表示するウェブ書庫ボタン。アプリ情報などを表示する APP 情報ボタン。ヘルプを表示するヘルプボタンです。